皆様、こんにちは。溝上市一の教育論、動画チャンネルナン、no. バー204。 本日は新庁の紹介のコーナーでございます村上沙織先生ほか新庁からディプロマポリシーから分析する公共政策学教育の現状と題するお話並びに新庁のご紹介をしていただきます村上先生こういう方ですね同社大学人文科学研究所職卓研究員と公共政策学教育についてご研究されながら他方で え、アメリカのポートランド州でですね、え、コミュニティベーストラーニングといろいろご研究されている先生でございます。これが新調ですね。え、村上沙織先生と新井川達郎先生との協調、え、ポリシー、カリキュラム、授業実践と、え、副題がついております。え、公共政策学教育を、え、体系的に、え、ディプロマポリシー、それから参照基準からですね、え、分析して、え、この分野の、まあ、 あのー、現状と、それから、まあ、今後に向けての課題ですね、えー。そうしたものを明らかにして発展させていこうと、えー、そういうあの著書でございます。はい。それではですね、お話を伺っていきましょう。本書の研究の背景として、学士家庭教育における公共政策学教育は、総合政策学部、政策学部に代表される学部や学科、コース等、さまざまな単位で約30年にわたって展開されてきました。 問題発見と課題解決を軸に現場型の PBL を特徴とした教育が行われてきました。学部設置が始まった1990年代初頭は、大学において PBL に代表される現場に根ざした教育はほとんど行われていない状況でしたが、公共政策学教育では他の学問分野に先駆けて 地域や企業、NPO と協働して問題の発見と課題解決に取り組む教育が行われてきたことを特徴としています。一方で公共政策学教育の研究については十分に行われていませんでした。こうした背景もあり、本書の研究では学士家庭教育における公共政策学教育の目的や方法を明らかにし、今後の公共政策学教育のあり方を考えることを目的としています。 本書の研究では、公共政策計画部の教育について、理念やカリキュラム、科目等の実態を把握し、検証することに取り組みました。結論として、問題発見と課題解決を軸にした教育を行っていることを、ポリシー、カリキュラム、科目から確認することができました。ただ、あの今回あの、研究を行う中で、教育目的との関係で、体系性や一体性に問題が見られました。 はじめに本書の研究の問題意識について、18歳選挙の始まりと、高等学校における公共の科目化、シチズンシップ教育の重要性の高まりという社会的背景と、私自身が同志社大学政策学部での授業実践のコーディネートに取り組む中で、問題発見と解決の学問といわれる公共政策学教育は何かと問題意識を持つようになりました。シチズンシップ教育。 シスズンシップ、市民性の寛容が重要な課題となる中、先行して大学において進められてきた公共政策学教育の実態について明らかにすることで、公共政策学の教育、市民性の関与に関わる教育の発展に貢献できるのではないかと考え、研究を進めてきました。このような背景のもと、本書の研究では、 学士課程教育における公共政策学教育の実質化に向けて、その現状と課題を体験的に明らかにすることを目的としました。本書の研究の背景となる学士課程教育における公共政策学教育については、1990年代に慶応義塾大学が総合政策学部を設置したことを規定に、中央大学総合政策学部、立命館大学政策科学部、 関西学院大学総合政策学部が設置されました。自治体や企業、コミュニティとの連携による現場型の PBL を特徴として、学部、学科、コースと様々な単位で全国に広がっていきました。そうした中、大学教育の質保障について、国際的な質保障の潮流から、各学問分野において参照基準を制定する動きや、 各大学において、ディプロマポリシーやカリキュラムポリシー、アドミッションポリシーの策定の義務化、カリキュラムの整備が進んでいきました。国際的な質保障の潮流からは、参照基準、各大学のポリシー、カリキュラムの整備が進められてきています。参照基準、ポリシー、カリキュラム、授業実践を一体のものとして見る必要があると考えています。先行研究として、公共政策学教育の教育実践については、 蓄積を見せつつあります。公共政策学の研究テーマには多様性と一定のまとまりのある動向とが見出されています。その一方で公共政策学の学の本質に関わる事項の検討が不足しているといった研究がありました。また公共政策学はアイデンティティクライシスにあり、コアとなる構造を持てていないとする指摘がされています。 こうした公共政策学教育の先行研究の整理から、個別の教育実践に注目するのではなく、参照基準、ポリシー、カリキュラム、授業実践を相互に結びつけ、体系的に実態把握する必要があると考え、研究に取り組んできました。本書の構成はスライドの通りです。本日は本書の2章、3章、5章、7章、8章について紹介します。 公共政策学教育の共通構造とは何かという問題、問いのもと参照基準とポリシー、ディプロマポリシー、カリキュラムポリシー研究を行いました。2015年に日本公共政策学会において策定された公共政策学分野の参照基準と公共政策計画部23大学のディプロマポリシー、カリキュラムポリシーを対象とし、それらの共通の要素について分析しました。 公共政策計画部23大学は、ニーカー2015の研究をもとに、総合政策学部、政策科学部、政策学部、地域政策学部、現代政策学部、公共政策学部、政策創造学部を対象としました。参照基準は、次の4つの要素からなることが、日本学術会議によって示されています。各学問分野の定義、特性、すべての学生が身につけるべき基本的な素養、 学習方法、学習成果の評価方法に関する基本的な考え方、市民性の関与をめぐる専門教育との関わりです。参照基準と各大学のポリシーを横刊し、公共政策学教育の共通構造を明らかにすることに取り組みました。こちらの表は、えー、日本公共政策学会で策定された公共政策学分野の参照基準の中核となる構造について整理したものです。 一つ目に公共政策学教育の背景。二つ目に学問としての固有性。三つ目に身につけるべき素養。四つ目に教育方法、学習方法、評価方法と整理しています。公共政策学分野の参照基準とディプロマポリシーとカリキュラムポリシーの王冠から公共政策学教育の共通構造として評算をまとめました。 表3では公共政策計画部23大学のうち何大学でその用語が使用されているかを示しています。その隣に示しているのは各大学のディプロマポリシー、カリキュラムポリシーに見られる共通の要素です。公共政策学教育の共通構造では身につける能力として問題発見、課題解決、政策的思考、コミュニケーション力、実践、 カリキュラム編成上の特徴として、学際性、総合性、グローバル、地域、共同、具体的な教育方法として、少人数の教育、フィールドワーク、アクティブラーニング、PBL が見出されました。共通構造として示している PBL とアクティブラーニングについては、調査を行った2019年時点の各大学のポリシーでは、PBL、アクティブラーニングを示している大学は3大学でしたが、 参照基準の中では PBL やアクティブラーニングの重要性が述べられており、公共政策学教育にとって PBL に代表される現場型のアクティブラーニングは重要な要素で、重要な教育要素であるため含めています。こちらは中央大学総合政策学部のディプロマポリシーにおいて見られる問題発見と課題解決に関する記述です。次に問題発見、課題解決に関して、 男性学院大学のディプロマポリシーを見ていきます。中央大学総合政策学部と同じように、問題発見と課題解決が重視されていることがわかります。こちらは公共政策学教育で重視されている政策的思考に関する記述です。京都府立大学公共政策学部では、政策的思考について公共政策学に関する思考方法、ポリシーマインドと表現しています。 次に、関西大学政策創造学部のディプロマポリシーです。政策的思考という表現は用いられていませんが、政策的思考に通ずる内容が表現されています。ポリシーについては、軽量テキスト分析で使用されている用語について一定把握することができましたが、意味内容でつかむことが難しかったため、一つ一つのディプロマポリシー、カリキュラムポリシーを確認し、意味内容で捉えるように取り組みました。 次にカリキュラム研究について紹介します。本書の研究では、公共政策計画部を持つ京都市の三大学、京都府立大学公共政策学部公共政策学科、同志社大学政策学部、龍谷大学政策学部について調査を行いました。研究方法は三大学のカリキュラムマップ、ツリー及びシラバスの公開情報から科目配置の特徴と科目内容について検討しました。 科目については、講義科目基礎、講義科目専門、演習科目基礎、演習科目専門に整理し、3大学の共通点と特徴を明らかにしました。その結果、これら3大学のカリキュラムの共通点として、講義科目の基礎として、政策学の入門科目と政治、法律、経済、統計等の科目が配置されていること。 講義科目の専門として、政策学に関わる専門的知識として、政策過程、政策評価といった科目と、憲法、行政法、地方自治が共通して配置されていること。演習科目の基礎として、初年次教育の演習。府立大学と龍谷大学については、PBL に対応した演習科目の入門科目が配置されていること。演習科目の専門として、共通して配置されている 共通して演習が配置されていることを確認しました。公共政策学教育において重要な理論と実践による学びの追求が目指されていること、科目の広がりと学年振興に応じた科目の順序を確認しました。次に公共政策学教育の特徴である現場型の PBL がどのような科目で行われているかを紹介します。京都府立大学では公共政策実習、演習、同志社大学では演習、フィールドリサーチ、 龍谷大学では、京都公共人材特別講座、伏見 CBL 演習、政策実践探究演習、演習で PBL が行われていることを確認しました。まとめとして、各大学ではゼミにあたる演習を共通して配置し、その中で現場型の PBL を行っていること、龍谷大学と京都府立大学のように組織的に取り組む大学と同志社大学のように演習の中で脅威によって個別に行う大 龍谷大,大学では地域公共人材特別講義のような PBL の入門科目があり積み上げ構造が取らえている大学があることも明らかになりました PBL のカリキュラムでの位置づけは大学によって異なりますが現場型の PBL が各大学において重要な位置を占めることを確認しました次に授業実践研究について紹介します 学士家庭教育における公共政策学教育では、地域の中で地域の人たちと共に地域の問題について取り組む PBL がこれまで行われてきました。本書の研究では、京都市上京区、京国学区の出町地域をフィールドに活動を行ってきた、同志社大学政策学部、新川達郎セミナールでの地域づくり実践を対象としました。 ニーカーゼミは2年生の後期から始まり、地域づくりについての知識習得として、先輩方が執筆したゼミ論を通じて学び、その後先輩学生の実践や実際に地域の活動に参加したり、地域の活動を自分たちで企画して行う中で地域のことを理解していきます。その過程では、多様な立場、多様な世代の大人たちとの交流を重ね、地域について学んでいきます。また、 京都市で行われる政策研究交流大会において自分たちの地域での活動の内容について発表を行います。4年生になると学生たちが主体となって地域の問題を解決するためのプロジェクトを行います。プロジェクトは自治体の助成金を申請し自治体とのコミュニケーションも重ねながらプロジェクトを運営します。 地域の問題を解決するためのプロジェクトをいくつか行い、それらの成果を評価し、それまでのニーカーゼミでの活動についてゼミ論を執筆し、学びの言語化に取り組みます。ゼミでの活動の成果については、地域での成果発表を通じて、地域の方々に共有するという機会も作ってきました。こうしたニーカーゼミでの活動について、自由記述によるアンケートを行いました。まず学生は、 地域との関係づくりの中で信頼関係を作っていく経験を重ねていきました。一人一人地域のイベントや地域に足を運ぶ頻度は異なりますが、自分たちのことを知ってもらう、信頼関係が大切、参加することが何よりも大切といったことを理解していました。 第2に企画から実施の過程を通じて積極性と主体性を発揮し、地域の人との関係とともに学生同士の関係も作りながら進めていくという学びをしていました。第3にその企画から実施のプロセスは学びや就職活動との両立が難しく、 思い通りにいかないこともある中で、柔軟性を発揮したり、楽しさを見出したりして、活動への責任と当事者意識を持って、状況に応じて対応する力を身につけていきました。次に本書の研究として、公共政策学教育とは何かについて執筆した章を紹介します。教著者のニの新川達郎氏へのインタビューをもとに作成しました。ニ川カ氏は、 同志社大学政策学部の学部設置に携わり、日本公共政策学会の会長として、公共政策学分野の参照記事の作成も担いました。新川氏のこれまでの公共政策学教育との関わりや、公共政策学教育のこれまでを振り返り、公共政策学教育全体を俯瞰する視野から、公共政策学教育とは何かを考察しました。本章では、高等学校での公共の科目化を含め、 公共政策学教育と研究のこれからを展望すること、学士課程の公共政策学教育は市民性教育の一環であり、公共政策を理解し、関心を持ち、関与できる基礎的能力を養うことにあり、そのための教育研究が必要であることについて述べられました。この章については、公共政策学教育だけではなく、公共政策学分野や 高校、高等学校の公共に関心を持たれている方にも読んでいただきたいと考えています。本書の研究の成果を踏まえ、公共政策学教育の学びと成長のモデルを提起しました。主に授業実践の研究から、社会問題の気づきと問題意識の寛容が最初のステップとして重要になります。次に、理論と実践の王冠が重視されていることもあり、 次のステップでは問題意識をもとにした理論知識の習得と問題分析の技術習得に取り組む必要があります。そして理論と実践の両方の学びを深めるためにも現場での経験が重要です。第3のステップでは理論と実践を通じた現場への理解となります。公共政策学教育では実際の政策プロセスに見られるように 課題解決のアイディアの提案と実践が必要なプロセスとなります。最後に自身の学びの総まとめという意味のある学びの言語化が重要なステップです。公共政策学教育の学びと成長のモデルは複数考えられますが、本,本書ではこのように示すことにしました。最後に本書の意義を紹介します。 一つ目に、学士課程教育における公共政策学教育について体系的に明らかにしたこと。二つ目に、学士課程教育を研究する際の方法として、ポリシー、ディプロマポリシー、カリキュラムポリシー、カリキュラム、授業実践を一体的に検証する方法を提起したこと。 三つ目に、学士課程教育における公共政策学教育は、社会人基礎力や市民性を育もうとし、学士課程教育として求められる市民性の寛容に適した教育方法であること。四つ目に、学士課程教育における公共政策学教育では、理論と実践による学問体系を確立しようとしていること。五つ目に、今後の公共政策学教育の教育モデル案を提示できたことです。